どうも、サニーです。アコギでブルースギターを始めるとき、どの曲からやってみようかなって結構悩むっすよね。ブルースの曲ってまあ山ほどあるから、自分のね、お気に入りの曲からまあやってみたいけど、ちょっと難しいかなとか、初心者でもね、弾きやすい曲ってどれよって思いますよね。そこで、今回僕がおすすめしたいのは、Love in Vain。まあね、ラブ・イン・ベインといえばロバート・ジョンソンの残した名曲なんですけど、ローリング・ストーンズとかエリック・クラプトンのカバーで有名な曲ですよね。これがね、結構シンプルで、まあ、ブルースの基本的なところを全て学べる曲なんですよ。僕もね、最初に覚えたのがこのラブ・イン・ベインで、まあ、個人的にはね、とてもね、思い入れの強い曲です。ローリング・ストーンズのカバーは結構ね、カントリー風にアレンジされていて、ちょっとね、違ってくるんですけど、まあ、今回はね、エリック・クラプトンとか、ロバート・ジョンソンの原曲に近い方をね、ちょっと弾いて解説していきたいと思います。それではね、ラブ・イン・ベイン、ちょっと一回弾いてみますね。まあ、こんな感じなんですけど、かっこいいですよね。で、最初、まあ、このイントロなんですけど、イントロは、これはまず1弦の10フレットを人差し指で押さえて、そして2弦の12フレット、これを薬指で押さえます。そしてね、この2本の弦をで書き上げるんですけど、この時ね、右手の親指、これをね、3弦の上に乗せて3弦をミュートしておきます。その状態で半音下がって、また半音下がって、で最後のダダダタッと切るんですけど、切る時はね、この右手の人差し指とね、中指の爪あたりで上からこう叩いて、ここで音をカットする。そしたら、ってくるんですけど、音をカットして3弦の解放で、1弦の3フレットを小指で押さえて、そしたら薬指で4弦の3フレットを弾くんですけど、この時ね、1弦の3フレットも同時に。で、1弦だけもう一回。で、4弦は半音下がって、人差し指で2フレットを押さえて。でー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 と来たら、もう一回弾いたら、1弦の解放。もう一回いくと、ここで左手離しちゃいます。そしたら D7 を押さえるんですけど、親指でね、6弦の2フレットも押さえる D7 ですね。これは6弦、3弦、2弦で、1弦弾くときは6弦も弾きます。で、1弦だけもう一回。来たら、もう一回6弦を、この時こう、ただ弾く6弦を弾くだけじゃなくて、ちょっとスナップをかける。スナップっていうのは、弦をね、下に弾くんじゃなくて前にこう弾いて、
バチッと鳴らせるんですけど、これを軽くスナップをかける。で最後はまたね、この右手の人差し指、中指あたりの爪で上から弦を叩いて、このねチョップのあたりでカットする。イントロの部分ゆっくりいくと、そしたら歌の部分に入るんですけど、歌の部分ゆっくりやってみると、こんな感じなんですけど、これは G7 を押さえてもらって、そしてこのね小指は2弦の3フレットこれを押さえて、でねこっちの右手は6弦5弦で、人差し指で1弦2弦このあたりを同時に鳴らす。でベース音を、でベースを鳴らすときは左手はG7 を押さえたままで、6弦5弦をここでね弦をミュートしながらベースを鳴らします。っていくんだけど、ジャーンと弾いたらドゥッドゥッドゥッ、で次はね2弦を小指でスライドするんですけど、左手のこの G7 の形は崩さないで、このままね半音下がる。そして2弦の2フレットから3フレットときたらまた G7 といきます。これをスライドさせて、もう一回スライド、これは左手をそのままで、1弦と6弦を、そしたら2弦で1弦、で今度1弦の解放、人差し指を離してもらって、でまた1弦1フレットを押さえてゆっくりいきます。この時ね、ベースもちゃんとつけることを忘れないように。で、これはレイクといってね、まあ、人差し指のね、このお腹のあたりで弦を下から、こう、かき上げる。この辺をこうかき上げてもらって、で、最後、親指で弦のね、このあたりをカチッと叩いてカットする。で歌のところをもう一回最初からやると、そしたら次は C に行くんですけど、 C はこれですね。まあ普通に C コードを押さえてもらって、小指は1弦の3フレットをまた押さえます。そして今度は5弦4弦1弦2弦をで、またベース、で2弦1回弾いて、こんな感じです。そしたら次はまた G、 これなんですけど、これはまた G7 を押さえたやつで、小指はね2弦の2フレットを押さえてもらって、6弦5弦
1弦2弦あたりをダーンと弾いたらカット、カットしたら手をもう左手はや離しちゃって6弦の解放一発したら D7、 親指をね6弦の2フレットを押さえる D7 で、これは6弦3弦2弦1弦したらまた G7、 こんな感じです。でゆっくりいくと、そしたら次は A7 に行くんですけど、これは2弦をスライドしてきて、で1弦の3フレットを中指でも薬指でもどっちでもいいけど、これを押さえてときたらまた D7、 これは6弦3弦2弦1弦で最後はってなるんだけど、これは6弦の3フレット中指で押さえるんだけど、この時ね1弦の3フレットも小指で押さえておきます。そしたら中指を4弦の3フレットに移動して、1弦をもう1回で、今度は4弦2フレットを人差し指で、そしたら1フレット4弦を押さえて、で最後解放で、解放で切る、解放で2弦の解放弾いたらこのまま D7 に行くんですね。2弦の1フレットでハンマリングで、そのまま D7 を押さえて D7 を切ります。で G コードを押さえて、ちょっと最後のとこもう一回いくと、こんな感じです。で最初からゆっくり弾いてみます。スライドさせる、ブレイク、こんな感じですね。ラブインベインはこんな感じで、こうスライドさせたりね、レイクを入れたり、そういうね細かい部分を入れていくとね、すごく味が出ると思うんで、ぜひ皆さんも弾いてみてください。こんな感じでブルースのこととかギターのことを発信してるので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。